ここはミスターブラック、ミスターレッド、ミスターブルー、ここはだ、一体どこなんだ。どうやら私たちは水中にいるようですね。しかもかなり深いところの。おはようございます。この声は、今からあなたたちには100日間海の中だけで生活してもらいます。海の中だけだって？俺たち4人が生き残れると思う人はチャンネル登録と高評価よろしく。バカバカしい、こんなところさっさと泳いで地上に出るぞ。構いませんが、ここは水深1000メートルの海底です。水深1000メートルだって？泳いで地上に上がるのは無理ですね。それではゲームスタートです。あー、みんな無事か？ミスターレッド、ミスターブルー、ミスターブラック、また変なデスゲームに参加させられてしまった。とにかく今から100日間ここで生き延びないといけないわけだけど、外の様子を見てみるか。ん、ずいぶんと広いな。そして深い。とてもじゃないけどこっから出るのはきつい。で、やばい、酸素が、泳いで地上に行くのは無理そうだ。一体どうすればいいんだ。こんなところでどうやって100日間生活しろってんだ。ひとまず地下に行くしかありませんね。な、その手があったか。よし、今から地下に行って装備を整えよう。そろそろ洞窟に出ても、ん、お、洞窟に出た。よし、このまま掘ってと。ふう、ここならなんとか息ができる。よし、水中じゃ呼吸できないから地下に秘密基地を作ろう。けど素材が足りないからまずは装備を整えていく。木材から作業台を作って吊る橋を作る。吊る橋を作ったら石を回収して石の斧、石の吊る橋、そして石の剣を作る。お、鉄ミッケ、鉄があれば秘密基地を作ることができるからな。たくさん集めていこう。ついでに石炭も回収。さっき集めた丸石でかまどを作り、かまどで鉄を焼いていこう。さあ、これで鉄が完成。よし、秘密基地を作る準備は整った。鉄の斧、鉄のトラッシュ、鉄の剣、そして盾。さーて、これだけの装備があれば秘密基地を作ることができるな。一旦地上に戻ろう。って、まずい、空気が、やばいやばいやばい、息が持たない。これ間に合うか。あ、やばい、ふぅ、危なかった。お集まりいただいた皆さん、それではデスゲームを始めます。彼らは100日間生き延びられるかな。ま、急にサメが出てきたぞ。おそらく奴らの仕業ですね。ミスターブルー、今から地下に秘密基地を作ってくれるか？秘密基地を作るのは得意なんで任せてください。今すぐ作ります。やべえな、上に急にサメが大量に出てきやがった。うじゃうじゃいるじゃねえか。早く地下に行かねえとあいつらに食われちまう。さ、ここを掘ってっか。時間がねえ。ひとまずすまない先生が取ってきてくれたこのツルハシとかを使って秘密基地を高速で作るぜ。やばい、くそ、上から来るぞ。ひとまず地下に逃げ込むしかありませんね。な、ここは、すごい、秘密基地完成していたのか、ミスターブルー。いやー、なんとかギリギリ間に合いました。遅えよ弟、危ないところだったぞ。さて、ひとまず安全地帯は作れたけど、お腹が空いたな。サメは倒せないし、どうしよう。外は危険なので、しばらく地下にあるチェストの中から食材を取るというのはどうでしょうか。な、その手があったか。地下の廃坑にはチェストがあるからな。その中にパンとか金リンゴが入ってるから、地下で100日分の食料を集めよう。とは言ったものの、そう簡単に見つかるもんでもないからな。よし、冒険開始だ。チェストはどこにあるかな。ん、あ、あったあった。こういったチェストの中には食べ物が入ってるからな。頼む。ん、お、金リンゴがあるじゃないか。よし、この調子で
食べ物をどんどん集めていこう。ちょっとお腹が空いたからひとまず食べていこう。つまらん、早く次の手を見せてくれないか。な、何をしている？ご安心ください。今は地下で暮らしていますが、いずれは水中に出るしかありません。その時は皆さんのご期待に応えてみせます。よし、だいぶパンとか金リンゴが集まったな。これで100日分の食料は足りる。さて、助けてくれ。ま、今の声は生徒の声じゃない。一体誰だ？他に参加者がいるのか？あれはスケルトン。くそ、盾を構えて。すまないすまないって、まずいな。防具をつけていないからダメージがかなりもらうけど、盾を構えて。すまないすまない、よし、一体倒した。まずい、また一体いたのか。ここはガードして。すまないすまないすまないって、やばい。ふう、危なかったって、まだいるのか。くそ、このスポーンエッグを破壊しないと永遠にスケルトンが湧いてくる。すまない、よし、ひとまずはこれでオッケーだ。君、大丈夫かい？助かりました、ありがとうございます。よかった。ところで何してたんだ？実はドラゴンの遺跡に眠ると言われている潜水艦を探しに来たんだ。潜水艦だって？けど結局洞窟は見つからなかったんで諦めます。あ、よかったらこれ使ってください。ん？これは、あ、ダイビングスーツじゃないか。こんな貴重なものもらっていいのかい？これを装備すると、あ、水中でもある程度呼吸ができる。ちょうど1個余ってたんで、どうぞ。ありがとう。さて、近くにあるチェストの中身を。お、いいの入ってる入ってる。さあ、こっちには、うん、糸に鉄、結構な収穫だったな。一旦戻ろう。というわけで、ドラゴン遺跡っていうところに潜水艦があるみたいなんだ。聞いたことがあります。ドラゴンの遺跡には潜水艦が眠ると。けど、そのドラゴンの遺跡はどこにあるんだ？どこにあろうと関係ねえ。お宝があるなら俺が自力で見つけてやる。ミスターレッドはお宝を見つけるのが得意だったね。じゃあ任せるよ。潜水艦か、確かにそいつがありゃ地上まで出れる。さあ、ドラゴン遺跡を探していくぜ。それでは皆さん、大変お待たせしました。ただいまよりデスゲームを再開します。次は何をしてくれるのか。ど、このダイビングスーツ結構水中で呼吸できるじゃねえか。だがずっとできるわけじゃねえ。ひとまずはこのドアを使ってうまいこと空気を回復しながら進むしかねえみたいだな。って、なんだ、あれは透明のサメみたいのがいるぞ。うっすらだが輪郭だけはわかる。こいつは生きているのか。だ、こいつ攻撃してきた。なるほど、これが次の奴らの手ってわけ。って、こいつらめちゃくちゃ数がいるじゃねえか。しかも早え、逃げ切れねえ。ちょ、一体どうすれば。こうなった水中を移動してるのは無理だ。作戦を変更してひとまずどっか適当な洞窟に入るぜ。ちょ、だがこんなところに都合よく洞窟なんてね。となったら自分で壁を掘って中に逃げ込むしかねえ。幸いこのダイビングスーツの防御力が高いからある程度の攻撃はしのげる。よし、なんとか内側に入って。ふう、危なかったぜ。ここまで来れ入っては来れねえ。ち、なんなんだこいつらは。一応攻撃はできるみたいだな。当たるみたいだ。だがここで時間を使っても仕方がない。とにかくドラゴンの遺跡を見つけるか。ち、だいぶ掘り進めてなかなか見つからねえ。だ、色が変わったな。なんだ、金があるじゃねえか。なんでこんなところに。って、だ、あれはファイアードラゴン。ってことはここがドラゴンの遺跡か。なるほど、見るからにお宝がいっぱいあるんじゃねえか。金にチェスト、これらの中に潜水艦があるに違いねえ。だが、あのドラゴンを起こしちまったら俺の命はないかもしれねえ。
だから穏便に行くぜ。さ、まず一つ目のお宝、ダイヤモンドのレギンス。噂通りいいも入って、やべ、まずいな。チェストを開けたらファイアードラゴンにバレちまった。くそ、確かにこのダイビングスーツの防御力は高いが長くは持たねえ。ち、仕方ねえ、ここは一旦引くしかねえようだな。素晴らしい。あのドラゴンがいる限り彼らは潜水艦を手に入れることは困難でしょう。さあどうやってゲットするのでしょうか。なるほどね。あそこにはファイヤードラゴンがいて、とてもじゃないがお宝は取れねえ。そのファイヤードラゴンは一体どうやって対処したらいいんだ。4人で行っても勝てるかどうかわからねえな。ではゴルゴーンの力を借りてみてはどうでしょうか。ゴルゴーンはどんな相手でも石化させることができます。なあ、それは目を見たら石化するっていうやつだよな。おそらくゴルゴーンの神殿がどこかにあります。それを見つければファイアドラゴンを倒せます。なるほど、よし、それじゃあゴルゴーンの遺跡を探してこよう。すまない先生、外にはサメがいるんで気をつけてください。なあ、わかってる。よし、それじゃあ水中に行こう。ゴルゴーンの神殿はどこにあるのか。あれは透明なサメ、あれがミスターレッドが言っていたサメっていうやつか。ひとまず進んでいこう。さーて、ようやく見つけた。これがゴルゴーンの神殿か。よし、この中にゴルゴーンがいるから接近してみよう。入り口は一体どこにあるんだ。あった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 、ここが入り口だな。よし、それじゃあ入っていこう。ゴルゴーンの声はするんだけど一体どっから入ればいいんだ。あ、レバー見っけ、すまない。あ、隠し扉が開いた。この下にゴルゴーンがいるに違いないけど、目を合わせた瞬間に僕は石になっちゃうからな。絶対に目を見ないようにしようとは思ったけど、どこにいるんだ。あ、いた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 、尻尾が見えたけど、普通に戦ったらやられるからな。遠くからちまちま弓を撃っていこう。これが一番安全な作戦だ。ま、くそ、ちょっと隠れてしまったな。移動するしかない、ここを降りてと。さあ、ここに場所を変えてまたブロックを積み上げて上から撃っていこう。なあ、すまないすまないすまない、聞いてる聞いてる、こっちにも気づいてない。よし、このまま遠距離から撃ち続ければ勝てる。すまないすまない、よし、もう少しだ、すまない。およし、倒した倒した、ゴルゴーンを倒した。よし、これはなんか手に入れた。ゴルゴンの首。あ、これだこれ、これを使えばどんな敵も石にすることができる。ゴルゴンの首を手に入れたところでドラゴンが倒せるのか。皆様ご安心を。最後にとっておきの策を用意してありますので、ぜひ最後までお楽しみください。さすがはすまない先生、本物だぜ。それがあればドラゴンにも勝てるはずだ。そいつは一回しか使えないからな。しくじるなよ兄貴。弟にいちいち言われる筋合いはないぜ。さて、外に出てドラゴンの遺跡を探しに行くか。どうやら前回の場所に到着したようだ。だがドラゴンの姿がねえ。ま、それはそれで幸いだが、今のうちにチェストの中から潜水艦を見つけるぜ。大量にお宝があるじゃねえか。だが俺が欲しいのは潜水艦だ。って、いるじゃねえか。戦わないで済むと思ったが、やはり戦わないとダメか。だがまだバレてはしまった。ドラゴンにバレちまった。くそ、ひとまずゴルゴンの首を構えるぜ。あ、なんだ、空を飛ぼうとしているようだが挟まって動けねえみたいだな。ドジなドラゴンだぜ。だが周りを確実に破壊しているとなれば、いずれはこっちに来る。来るか、そろそろ来そうだ。一体いつ来るんだ。だ、来やがった、こいつを喰らえ。だ、
だ、やったのか。すげえ、ちゃんとドラゴン相手でも石化してんじゃねえか。よし、これでドラゴンに関係なく宝を漁れるぜ。これだけ楽しいことはねえ。お、いいお宝が大量にあるじゃねえか。だが潜水艦はどこだ。少ねえな。ん、あのチェスト怪しい。中を確認してみるか。さて、ん、だ、あった、間違いねえ。これが俺たちが探していた潜水艦で間違いねえ。これがあれば地上に出られるぜ。ファイヤードラゴンを倒すとはなかなかに楽しませてくれる。皆様ご安心を。これからがクライマックスですので。最後は何が起きるのか。お、これは本物の潜水艦ではありませんか。そいつがありゃ地上まで行ける。兄貴にしちゃいい活躍だな。レッド君はこういった分野は強いね。それではこの潜水艦を使って脱出していきたいと思います。それに100日経過したので彼らの妨害もないかと。なるほど、100日目にとんでもないものを仕掛けてきましたね。大量のシーサーペント。おっと、まずいですね。攻撃を受けています。では潜水艦に乗って地上まで脱出していきたいと思います。皆さん捕まっていてください。と、まずいですね。なんという数、そしてなんという大きさ。これは逃げ切れるかどうかちょっと怪しいですね。よし、他のシーサーペントは巻きましたが、この一体でかいシーサーペントだけなかなか振り切ることができませんね。しかしここまで来たからには絶対に逃げなければ。地上はまだ遠いですね。どうにかこのシーサーペントを巻きたいのですが、しつこいですね。一体どうやって巻いたらいいのでしょうか。おや、そういえばさっき利用できそうな構造物がありましたね。こちらを使って一か八かかけてみましょう。この細い道は入ってこれないでしょう。よっと、よし、なんとか巻きました。の、ようやく地上に出ることができましたね。うん、これにて一件落着です。なかなかに楽しめたな。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次のデスゲームでお会いしましょう。